アントン・ムラジーミロビッチ主任は、ロシア・モスクワ出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。現在は FC ディナモ・モスクワ所属。ディナモでの主任1987年、現ロシアの首都モスクワで生まれた。スポーツに熱心な両親の下で、バスケットボールやアイスホッケーなどを経験して、FC ディナモ・モスクワの入団テストを受けたが、サッカーに適さないとして落とされる。しかし、 一週間後に最初のコーチとなるウラジーミル・コズロフから連絡を受け再テストをした。ディフェンダーのポジションにつくも合格はしなかったが、ゴールキーパーへ変更するように申し込んで、下部組織に滑り込み、1994年から2004年までユースで過ごした。ディナモには過去にレフヤシンが所属していたが、若手 GK 育成には積極的ではなかったために、 ニュース時代には PFC チェスカモスクワ、FC ロコモティフモスクワ、FC モスクワ等のクラブを訪問して研究していた時期がある。2007年4月21日の FC ひむき戦でリーグ戦デビューを飾った。当時制 GK だったジドゥルナスカルチェマルスカスからポジションを奪い、レギュラーとして活躍した。しかし、2008年5月にウラジーミル・ガブロフが加入すると、 ベンチに甘んじるようになる。2011から12シーズンからは、政治イケ見に復帰し、前半戦は全試合フルタイム出場した。その間チームは、ロシアナショナルフットボールリーグに降格する苦しいシーズンもあったが、以降は、ディナモの守護神として活躍している。2007年8月27日、ポーランド戦で A 代表デビューを飾った。それ以降、 クラブでの不審により代表からは疎遠となるもの、2010年11月17日、ベルギー代表との試合で約3年ぶりに代表に招集された。2011年にはクラブでコンスタントに出場したこととイゴールはキンフェーフが長期負傷離脱したため、2011年11月17日に行われる親善試合のギリシャ戦に招集され4年ぶりに出場を果たした。 UEFA ユーロ2012では、アキンフェーフ、ビアチェスラフ・マラフェーフに次ぐ、第3次 EK としてエントリーメンバーに選出されたが、2014FIFA ワールドカップ、UEFA ユーロ2016、2018FIFA ワールドカップは、エントリーメンバーから落選した。アキンフェーフ、ガブロフの代表引退に伴い、2018FIFA、 ワールドカップ後の2018年9月に6年ぶりに召集された。さらなる転機となったのは、政治 e として目されていたアンドレール・ニオフ、ギリエル・メが度重なるミスで信頼を落とし、スタニスラフ・チェルチェソフ監督は、アキン・ヘイフと同年代で、当時33歳の主任に、政治 e の座を託した。2021年開催の UEFA ユーロ2020の、 エントリーメンバーに選出された。ありがとうございます。